皆さんこんにちは。住まいと暮らしに夢と豊かさを提供する埼玉県ふじみ野市のベストインテリアです。今回はこちら私どもウィリアム・モリスのコーナーからちょっと録画させていただいています。ウィリアム・モリス、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。1834年から1896年、62歳の生涯の中で大変多くの仕事をしています。19世紀イギリスで大変活躍した画家であり、詩人であり、工芸デザイナー、そして社会主義運動家でもありました。そのモリスが現在も現代デザインの父と称えられて、世界中の人からモリスの作品が愛されて、そして特に日本人にファンが多いように思います。日本人が好む花鳥風月がデザインされた大変素敵なウィリアム・モリスの、現在も残されているデザイン、150年経った今も使われているこのモリスのデザインがとても素敵です。今回も地元ふじみ野市のお客様、ソファーの張り替えをさせていただきました。こちら今動画をご紹介します。このピンパネル、ウィリアム・モリスが1876年にデザインをした、彼の次の進化でありましたケルム・スコット・マナーのダイニングルームにはこの壁紙が今も貼られています。左右対称に描かれたとても素敵なデザイン、丁寧に描かれています。落ち着きの中に少し華やいだ感じのこのモリスのデザインが現代のリビングのソファーに置かれて、大変素敵なインテリアの雰囲気を醸し出しています。何気ないこのウィリアム・モリスの存在感のあるデザイン、いかがでしょう。こういったソファーと、隣に置かれたダイニングチェア、こういう雰囲気にぴったりのデザインですね。当店ではこのようなモリスのデザイン豊富にご用意しています。私の今裏側にもこの同じデザインのピンパネルのブルーがかかっていますが、とても素敵な雰囲気のカーテンです。どうぞご来店いただき、手に取ってお確かめいただければと思います。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアでした。